まず診察、診断の方ですが、まあ、よく言われる膀胱門切ですね。で、膀胱になりますと、その例えばテレビなんかでよくやってたのは、患者を座らせて、その前にドクターが座って、椅子と椅子に座ってこう顔を見合わせてっていう、それはね、まあ、今の医学でいう視診なんだけど、その膀胱じゃないんだね。膀っていうのは望むっていう字書くでしょ。そうするとね、例えば 山を望むなんて言うじゃない、景色を望んでっていう、そういう意味なんでね、細かいことを見る部分も必要なんだけど、実は全体の雰囲気を見るっていうのが非常に大事になります。で、まあ、これは治療の時も一緒なんだけども、やはりそういう時にはこちらはやっぱり腹式呼吸をして、その落ち着いた気持ちでっていうかな、そういう、もうちょっと言うと変性意識状態になると一番いいんだけどね。つまり治療家としてのこうあれを感覚になっていってみるっていうかな。そうしますと、やっぱり患者がですね、そのどういう状態かっていうのはある程度感覚的に分かるはずなんです。で、まあ、そういうことも気をつけながら、まあ、病気の方をだんだん見ていくようにするんですけど、まず一つは最初目の状態ね。で、目の状態っていうのは肝に関係するっていうふうに祖門なんかに出てますが、これは肝の貯蔵している血の多い少ないが目に現れるっていうことで、体質的な部分がありますね。だから目玉の大きい人っていうのは、目の大きい人っていうのはやっぱり肝臓の血が多いんだろうし、だから小さい人は肝臓の血が少ない、つまり肝の血が多いことは肝実体質だろうし、小さい人は肝虚体質だろうし、だけど目が大きくったってやっぱり肉体労働なり精神労働で疲労すれば肝虚になる可能性あるし、もともと目の小さい人はなお肝虚になりやすいわけだし、まあその辺を一つ判断しないといけないんだけど、大体は目の小さい、まあ目の切れ長なっていう人、私はまあもともと小さい頃の6歳頃の写真見ても切れ長ですがね、やっぱり切れ長タイプは肝虚ですね、体質的にね。で、目の小さい人がいますが、小さい人も肝虚の陽虚になったらがっくりくるんだけど、陰虚のになってこう頑張ろうとするから、もう目を見開いたような、小さな目をしっかり見開いたような顔をしてますがね、これはね、勉強するのはテレビで勉強した方がいいな。まあ問診というのはなかなかあれですが、一番はやっぱり呼吸の「ぜいめい」とか「ゼロゼロ」とか咳の具合だろうね、聞くとすればね。それから匂いもこれ問診の方に入りますが、口臭がある人ってね、やっぱり胃熱が多いだろうし、だからまあ間ね、声が大きい人は元気な人だろうし、胃熱だろうし、ただ声が大きいとかおしゃべりっていうのは大体辛熱の人が多いんですね。でね、やっぱりね、刺身、寿司刺身食べてる人はね、肉類よりもむしろ生魚食べてる人の方がね、辛熱になりやすいんですね。うちの患者さんに何人かそういう人がおるんだけど、この頃ちょっと静かになってるけどもね、最初来た時にはうるそうでね、喋り続けるの、あんた刺身好きなんやろって、いや刺身はあんまり食べんとか言って、じゃあ肉の方が好きとかっていう人もいたけども、大体肉食やるとこうあんまり食べると胸に熱持つんだね、それで喋りすぎる、でうるさいぐらい喋る人がいる。それから装病じゃないんだよね、装病でうるさいのもいるよ。でも装病もだから結局は心臓の熱が多いんじゃないか思うけどな、まあまあそれはね、ここの胸の方に三振するとか、治療方法としては熱取るようなことをすればいいんだけどね、まあ漢方薬でも針でもちゃんとあればちょっと静かになるよ。